あるなし問題。共通事項を考える脳トレが全部で5問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問、計算はあるないどちらでしょう。正解はあるでした。ある方はひらがなに変換すると頭文字がすべてかです。計算は頭文字がけなのでない方に当たります。第2問、墓地はあるないどちらでしょう。正解はあるでした。ある方は曜日名である月火水木金が単独で入っています。土地は土があるのである方です。第3問、6はあるないどちらでしょう。正解はあるでした。ある方はすべて四画の漢字で、ない方の漢字の画数は上のようになります。6は四画なのである方で成り立ちます。第4問、湯はあるないどちらでしょう。正解はあるでした。ある方は
手辺をつけて常用漢字になれます。ゆは手辺をつけると中となり常用漢字になります。第5問、傘はあるないどちらでしょう。正解はないでした。ある方は1文字目を50音順で次の文字に変換すると、上から鹿、馬、虎、牛、サイとなり動物の名前になります。傘はキサとなり動物名にはなりません。おまけ問題です。ある方に共通することは何でしょう。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。